はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。今回はですね、梅田でブラブラしてね、いろいろ買い物しましたっていう話ですね。ああ、まあ、いろいろ言って2点なんですけども、明日ですね、金剛さんに行くんですよね。はい、土曜日かな。行くんで、ちょっとね、僕、冬の金剛さんでギリなんですよね。マイナス10度でギリなんですよ。僕のね、寒がりの体にとっては。なんで、ね、ちょっとでも暖かくしようかと思ってね、いろいろ買ってきたんですよね。はい。まあ一つはですね、これ腹巻きですね、このモンベルの、この EXP かエクスペディション厚で、スーパーメリノウールエクスペディションウエストウォーマー、あ、かっこええな。腹巻きって言ったらもう多分売れ行き下がるんでしょうね。これウエストウォーマーでつけることによって多少売れ行き上がるんでしょうね。あ、これね、あれ買いましたね。なんかね、ジオラインでモンベル独自の化繊の素材だったら薄手と中厚手とがあるのかな。中厚手やったんだな、ごめんなさい、厚手かどこかわからないですよ。ちょっと選べれたんですけどね。いかんせん河川ってね、温体温調節があんまり苦手じゃないですか。すぐ乾きやすいけどね。じゃあちょっと河川はやめとこうかというところにね、この厚手、まあ僕は厚手かな、ウールの厚手なんですけど M サイズ買いましたね。まあ、ちょっと楽しみです。で、ね、あとね、あれが欲しかったんですよ。フーディニの、まあ、これ手首をね温めるやつ、パワーリストゲーターっていうやつかな。 あれもジャマルさんのところやってね、あれどうですかって、あの時買えばよかったな思いながらね。でも今更ながら、いや、やっぱ急に欲しかったなぁ、ちょっと梅田回ろうかやったら、みたいなね、ヨドバシ石井スポーツなかったですしね。他にね、いろいろこのフーディニの扱ってる大阪の店舗、店舗か電話したんですけど、なかったんで、それはまあね、大阪の大元のね、そのフーディニの扱っているようなその会社のフルマークスっていうところがね、大阪の中津にね、店舗を構えてるんですよね。僕、前々から気になってたんですけど、初めて行ったんですよね。そこ行ったんですけどね、なんかね、M サイズがなかったかな、S と L はあったんけど、M サイズなかったんですよね。まあね、L でもいけんことないけどね、いやでもこんなね、もうめったに買わん、このパーリストゲーターで、まあ、そうさっきね、パーリストゲーターで何や言うとね、なんかもうこういう手首をね、温める方がいいんですよね、人間ってね。手首を温めたら、体の血管がいっぱい通ってるんで、それをね、手首温めた温かい空気がこう、ぐわーまって体が温かくなるってことね、もう手首を温める、やつですね。ほんで、そこにここまで、覆ってるんですよ。親指が空いてるところがあって、まあ、サムホールの手首を温める装備っていうか、ギアの、ウェアなんですけども、ギアなんですけども、それをですね、買おうかは思ってたんですけどね、S サイズと L サイズしかなかったっていうところで、ね、あー、どうしたものか、いうところで、そこも、で結局ね、もう買わんかったんですよね。もう、しゃあないなと思う。無理してね、まあ、明日登山行くしな、それからもうそんないらんやろうってことね、買いませんでしたね。で、すぐそこにね、近くにね、なんだっけ、ムーンライトギアがあったんですよね、中津のスクール。僕、ムーンライトギアはたまに行くんですけど、そこの近くにフルマークスあるって知らなかったんですよ。まあ、それが衝撃でしたよね。まあ、中津で結構おしゃれなアウトドアショップ2つ回れるんや、というところがね、衝撃やってね、そこでね、何買ったんやったかな、これ、なんだっけな、あ、そう、これ買ったんですよね。ハイテールデザインズっていうね、これもういいか、ハイテールデザインかね、ハイテールデザインのね、このね、これ全部、キューベンファイバーで出てるのかな。ね、それ買ったんです。キューベンファイバーで作られてる完全防水ですね。で、ここにね、なんかちゃんと大体完全防水のやつって言ったら、ここにシームですね。シームというか、縫い目のところにね、防水処理がね、ない場合がないんですけど、これはちゃんと防水処理がされてるとね、それだけでコストは上がるんですよね。これいくらやったか、これびっくりするぐらい高かったんですよ、これ。なんぼやったっけな、これ。これ何倍やったっけな、3520円、めっちゃ高いやんけね。こんな袋で3520円ってね、僕らのお父さん世代見たらめっちゃびっくりするやんけいうね、ところなんですけども、ね、このもうさぎの感じが可愛くてですね、まあまあこれ何に使うか言ったらね、 GoPro のねやつを入れたんですよ。 GoPro の電池とかね、SD カードとかね、まとめてこれ入れたいなと思ったんでね。で、まあ防水やし効くしね。で、まあこの緑で目立ちやすいんで、ザックでどこやるって時にスッと出せるっていうところね、まあまあいいか、ずっと使わんやったらええか、思ってね、結構高い買い物しました。はい。でね、あとですね、ヤマト道のですね、ファイブポケットパンツのウールがめちゃくちゃかっこよかったんですよね。27,500円か。うわ、たっけえな、思いながら。27,500円、たっけえけどめっちゃかっこいいやんけ。なんでこんな色出せんねん、ヤマト道みたいなね。だってグリーンかな。グレーかグリーンの間みたいな感じの色。絶妙な色やったんですよね。めっちゃ欲しいな。でも冬用のパンツなんか、俺バーブパンツ
しか持ってへんからな、みたいなね。思ってたんですけどもね、まあまあまあ、結局ですね、ああ、もうちょっとな、もうあれやな、いろいろ出張も行かなあかんし、忙しいしな、今 YouTube そんなに稼いでへんしな、というぐらい悩んで買わなかったんですよね。また来年買いましょうか。はい。来年もまたいい色が出てくるし、さらにパワーアップしてると思うんでね。うん、そうですね、もうすぐもうなんやかんよって、冬も終わりなんでね。来年買おうってね、ちょっときついけど来年買おう、そうやな、って言ったらギリギリまで迷って結局買いませんでしたっていう話ですね。やっぱりね、感度高い店行ったらちょっとやばいっすね。なんやかんやで財布の紐緩まってね、ちょっとね、なんかなんやかんやで落としてまうんで、もうその店行った時の出会いなんで、運命の出会いみたいなもんなんでね、ついつい財布の紐が緩まってしまいますよね、ほんまにね。まあまあまあ、そんなところ行くときはね、多少ね、まあ、儲かったとき行ったいんですね。儲かったときに行くことにしましょうか。はい、まあそんな感じでね、中津と石スポーツか、ドアとモンベル回ったっていうね、大阪で梅田でいろいろ回ったっていう話でした。はい、まあそんな感じで、おなさいなら。